白王老王には毎度ご贔屓いただき感謝の極みにございます。本日は大変珍しき品が手に入りましたので、ぜひ王炉にお目通しをと参上した次第です。これは？もしかしてミキューム？ミキュームってもしかして霊獣って言われてるあの？私も初めてですから詳しいことは分かりませんが、おそらく。はい、さようでございます。さすが博識でいらっしゃる。初めて見た。本当にいたんだ。そんなに珍しいものなのか。はい、何でも人が足を踏み入れることができないほどの渓谷に住んでいるとか。それだけでなく、大切にすれば幸運を呼ぶとか、災いから守ってくれるとか、とても不思議な言い伝えがある生き物なんです。その肝はどんな病気にも効く薬になるって言ってたような。いかがでございましょう。このような品はめったに手に入るものではありません。この機会を逃してしまいますと次はないかもしれませんですよ。はい、いかがも何も、いくら珍しいと言っても必要ないものだからな。生物ならすでに一匹、大飯ぐらいもいるし。せっかくで悪いが。買うぞ。ん？小原さん？エル、その肝がどんな病気も治る薬だというのは本当か？だったら、ユズハの病はどうなんだ？薬だというのは本当みたいです。おばあちゃんもそう言ってたから。でもどんな病気も立ちどころにとまではさすがに。それにユズハちゃんの場合は普通の病とは違いますから。それでも合併症を鎮めることはできますから、症状はかなり良くなると思いますけど。そうか、少しでも良くなるんだな。こいつの肝があれば。キュイー。ああ、いけませんです。それをそんな血走った目で見たら。耳が。あれは普段おとなしいのですが、身に危険を感じるとこうして特殊な鳴き声で過剰な防衛行動を起こすのです。はい。くれるよ。待て、この耳が。大丈夫か、二人とも。はい、なんとか大丈夫でございますです。いや、お前ではなくて。エルル、ウルト、平気か？はい、私は突然で驚きましたけど。エルルは？大丈夫だな、きっと。お代の方を。
いや、しかし。ですが、あの時乙女したのに逃がしてしまったのはそちら様でありますです。それでは、あんまりにあんまりにございますです、はい。このままでは、私どもは一家で首をくくることに。その割には、悲しんでいるように見えないんだが。しかし、おぼろのやつめ。ちなみにお題は、勉強いたしまして、このようになりますです。はい。1、10、100、1000。ちょっと待て。なんだその額は。それだけあれば数年は遊んで暮らせるぞ。そうおっしゃられましても、それだけの値打ち物でありますし、元でもかかっておりますので、はい。だが、えい、ならばあれを捕まえれば文句はないな。文句などとんでもありませんです、はい。ゆずっち、本当に外へ出て大丈夫？はい、大丈夫です。あれ、なんだろう。どこへ逃げた。あそこか。ちっちゃくてかわいい。ほら、ゆずっち。くすぐったい。ね、この子なんて名前かな。お茶たら。こんなところに逃げてきたのか。お兄様。アルル、いい子だから、それをこっちによこしてくれないか。うん。そうだ、たくさんの蜂の巣交換しよう。いいだろ。紐を抜くだけだ。ちょっとって、そんなことしたら死んじゃう。ダメだよそんなの、絶対にダメ。そいつの肝は貴重な薬になる。お薬。そうだ、その意味を分かってくれ。お兄様から
ても嫌な感じがするの。そんなお兄さま嫌い。ここへ逃げてきたのか。ん？オボロ、何をほうけてるんだ。まあいい。それよりアルル、そいつをこっちに渡してくれないか。カゴから逃げ出して困っていたんだ。もしかしておじさまもこの子の生き肝を抜く気なの。生き肝？ああ、違う違う。それは売り物なんで返さなければならないんだ。アルル。やあ、ガチャタラ。アルルと一緒。ガチャタラ？この子。これまたムックルといい。けったいだな。ああ、すぐ済むから、ちょっと待っててくれ。いえ。もう名前をつけてしまったんですね。はい、ミキュームは名前をつけると刷り込まれてその人を主人と認識してしまうのです。はい。何？少しよろしいでしょうか。はい。これではもう売り物になりませんです。買い取っていただくしかありませんです。はい。いや、それは行こう。うん、じゃあ今度はゆずっちの部屋で遊ぼう。はい、おいでがちゃったら。ほら。毎度ありがとうございますです。はい。ダメだ、眠れん。妙に空気が重い。というか、とにかく寝苦しい。それになぜか目が冴える。確か以前もこんな夜があったような。